凍てつく風が街を吹き抜ける2月、男は東京に流れてきた。故郷仙台で職を失い、借金を作り、やがて妻と子供が離れていったという渡辺博さん、52歳。最初のじゃあほら、金あったから、7、8万あったからさ、完全になくなったのが、ここ、今日ですか。今日で6日か、完全になくなったのが。うん、人が溢れるこの町は男を冷たく拒絶した。渡辺さん、手の傷はどうされたんですか？手の傷は赤切れ、赤切れ。ちょっと広げて見せてもらっていいですか？寒いとこ歩いてたから赤切れですよ。東京に行けばなんとかなる。数日で裏切られた甘い期待。家を持たない渡辺さんは、しかし路上で眠ることを嫌い、夜を徹して歩き続ける。ネオン瞬く繁華街、誰一人他人に注意を向けない。それは渡辺さんにとって初めて見る東京の素顔。東京に来てみてどうでした？どうでもないな。こんなの分かってない。来るんじゃねえかったよな。今更引き返すわけにいかねえからさ。私は仙台に帰りたいなと思います。今は思わねえ。先生、今はとにかくこっちで仕事して、うん、今年の目標は正月まで100万残すと。路上には段ボールで寒さから身を守る男たち。テレビで見たことのある光景。ダンボールは抵抗ある。ダンボール持ってあるんだよ。もう嫌なっちまうよ。人もみんながダンボール持ってあるってんで決まりだ。真夜中、新宿西口の駅構内。ここもホームレスたちが寒さを逃れて束の間の眠りを貪る場所になる。いくつもの人生が、いくつもの物語を胸にしまって、不景気の風に押し流されるように寄り添っている。その群れから距離を置いて渡辺さんが立っていた。俺は彼らとは違う。腕に地震のアセチレン溶接工。段ボールだけは嫌だ。午前4時、ターミナル駅の短い夜が終わると同時に、構内の一角に行列ができる。毎朝この時間に行われる握り飯の配給、それが渡辺さんの目当て。わずかの金で食いつながなければならない男の生命線。これ二つだもんな。冷てんだ、これバリバリになってんだ。日々増えているホームレスの人々。寒さが最も厳しくなる2月を迎えて、新宿区役所に人だかりがしていた。東京都にはホームレスを一時的に収容する寮がある。入寮者は抽選で選ばれる。彼らにとってそれは安心して冬を越えるための命がけの抽選だった。はい、抽選に外れた渡辺さんが仕方なく職業安定所を目指す。身なりを整えるのは駅のトイレ。はたから見ればとても彼がホームレスには見えない。この不景気、住み込みの仕事などめったにない。通勤だもんな。通勤だもんな。入ったな。稼ぎの多くを遊びにつぎ込んだ溶接工。それでも手元に金が余ったという。ここ数年で仕事が減った。ふと立ち止まった時、残ったのは数百万の借金。酒に酔って交通事故。愛想を尽かして
妻と子供が逃げていった。暖かなデパートでひととき体を休めればまた冷たい夜が待っている。こんなはずではなかった。戻る場所も頼る家族ももういない。東京に残酷な雪が降り、渡辺さんが姿を消した。連絡があったのは数日後。体調を崩し助けを求めた区役所で特別にホームレスを収容する寮へ入ることが許されたという。思いのほか血色がいい。寝不足だよ、寝不足。寝不足。お母さん寝てるんだ毎日な。頭きてまったよ、本当に。毎日ね、ここに来たら、ね、飯を払って寝てから、もう体すっかり戻り戻ってよ。もう手なんかすっかりスルスルんだと思って。あ、本当。な、あんな赤切り、ね、ほら、赤切りだったの、ほら。うん、赤だったの。ね、な、栄養不足なの、完全に。渡辺さんに与えられた猶予は2週間。寮が受け入れることのできる人数は限られていた。最寄りの職業安定所へ足を運ぶ。出てきた渡辺さんの顔がほころんでいた。バッチリだよ、バッチリ。ほら、もう紹介されたんだよ、ほら。ほら、これ紹介されたらここに明日行くわけ。地図まで住み込みの作業員募集。運転免許あればなおか。職案で言われた通り翌日遺産で連絡を取る。今日なんかね、10時に小田原の方に電話入れるのって言われたんですけども。はいはい。あ、お宅なんか資格なんか持ってます？資格はね、何もないんですよ。元あったんですけどね、今何もなかったんですわ。全然、ええ、運転も、ええ、頭きて、本当に。なんで資格ねえとダメなんだと。や、あればっていうことはあってもなくてもいいことなんだから。これね、そうですね。そうでしょ、あればですか。あればだから。諦めるわけにはいかなかった。あの土木作業員の求人募集の件なんですが、今希望の方はこちらを見られてるんですが。いや、連絡先はあるんですけど、今ちょっと番号わかんないんだけどね。ちょっとで今調べようないもんね。連絡先を聞かれて答えに窮した。あ、そうですか。じゃあ結構です。はい。ダメだ、連絡先ってあれ今、もそうですよ。いやいや、窓口の職員に一蹴された。ささやかなプライドがある。こうなれば自分一人住み込みの働き口に片っ端から当たるしかない。こんなとこじゃいるのか。どこ人はどうなんですかね、採用してるんですか。あ、そうですか。で、一応そういうこと聞いてから、また安定所に来てくるって言うもんでね。それで今ちょっとお聞きするんですけども、そして寮なんかはどうなんでしょうかね。ああ、そうですか。とりあえず私は溶接なんか名古屋ですね。溶接とか、ガスバーナー使って解体とかね、鉄鋼関係の仕事もずっとやってたんですけども、この声だと大体クーだから。どうやら感触が良かったらしい。ここで仕事すっぺよ。翌日面接に出かけた。たった一本ふるさとから持ってきたネクタイを締めていた。春はまだ遠い。寮に寝泊まりできる日にちは限られている。あ、あった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 。いよいよですけど、うん、まあ小学校さん入学するような気分だからさ。これでやっと終わりだよ。行ってくるから。はい。気分が高揚していた。渡辺さんが走る。
土木作業を請け負う会社。面接はわずか10分で終わった。早いもう。もう終わりで即 OK で。ちょっと笑顔でどうですか、感触は。感触はいいんじゃない。やっぱり思ったようなほうがいいんだよ。うん、もういいよ、難しいこといいから、もういいあなたをそう使うから。そうですか、うん、じゃあもういつからこっち。いやいや、明日から。明日から、うん、だが話はまとまらなかった。翌日もその翌日も渡辺さんのもとに待っていた連絡が来ない。連絡ありました？え？連絡があの夕方あったんだぞ。あの渡辺博さん、あのちょっと お願いしたいんですが、まず そこまで言い方んだぞ。さで、そこはどんなあの利用なんですか、建設会社の利用なんだ、建設環境の利用なんですかって向こうで聞いたんだぞ。履歴書の連絡先は東京都の寮。それを渡辺さんは友人の寮と偽っていた。相手が事情を知った。虚偽の申告、採用は打ち切られた。東京都。じゃあ向こうは渡辺さん嘘を言ったりって言ってる。そうだっちゃう。頭先になっちゃう。競技です。俺知られがったんだよ、競技なんて。ほんの難しい言葉さ。住所不定なんだもんな、帰り見りゃ。やっぱりダメなんだ。ただでさえ仕事の少ない今、家を持たぬ者にとって働き口を得ることは容易ではない。寮を出された渡辺さんは再び新宿に舞い戻ってきた。他に行くところがなかった。平成11年2月も終わる頃、時代の闇がまた一人の男を飲み込もうとしていた。再び渡辺さんの職探しが始まった。ふるさとへ帰りたいとは口にしない。よほどの事情があるのだろう。足を向けたのはやはり職案。まだいっぱいだ、まだまだいっぱいだ。住所ないんですよ。路上生活なんです。順番を待つ時間が渡辺さんを惑わせた。こんなこと言ってもさ、仕事ねえべ。確かに厳しいよね。あ、なんまだよ、おやさんまだ焼酎飲んでる。孤独を紛らせる酒が目の前にあった。焼酎飲んでまだいいべじゃん。あれ乾杯ですか。あ、どうもいいです。出てきたら何本なんだ。もう44年ぐらいできたね。同じプータローだから俺も、うん、いいよ、こういうの格好、格好じゃねえの、ネクタイを締めて、プータローちゃんだから俺もね。なけなしの金が一杯の焼酎に消えてゆく。渡辺さんの中で何かが切れた。酒飲んできちゃったんですか。うん、酒飲んできちゃったら相談の対象にならないでしょ。酒飲んできちゃって、みんなで切るの2日目見たもんだからさ。みんなこれだけ探してんですよ、仕事探す人。そうですよ、俺も探しますよ、うん、一生懸命ですよ、俺も、うんうん、シラフで来て。え、シラフで、シラフで来て、ビアナ寄ってるわけじゃねえんだよ、これ、うん、酒抜いてきてよ、来る時は、うん、あんて、あんてけど、酒あんて、あんて、あんて、酒臭いやつだ。そんな酒に見せる。ちょっと本当にメビね。だから先途中でもやめて、今日はやめた方がいいかなって。いいじゃん、聞いたんですよ。いいね、じゃそれはそれでいいんだ。それはそれでいいんじゃないの。不景気のどん底で町は徐々に人からプライドを剥ぎ取ってゆく。つれないよ、つれないよ、女はつれないよ。落ち着く先はそこしかない。デパートのぬくもりの中、渡辺さんは出口のないまどろみに逃げ込んだ。それから4日が過ぎて、
新宿駅西口構内で渡辺さんを見かけた。あれほど嫌っていた段ボールを手にしていた。渡辺さん、おはようございます。どうしてまた路上生活始めてるんですか？なんかいろいろあったんですか？あれから話しかけても答えはない。そこはデパートのトイレ。私たちのカメラのせいだろうか、ひげを剃り髪を整える。1ヶ月前に出会った渡辺さんが鏡の向こうに現れた。これから本当どうされます？しかしそれが心配だったから最後ちょっと、なんでも心配さからすることねえな。本人が心配しりながら、俺は俺の責任を取って仙台から出てきた。じゃあ俺は、まあ、自分で、まあ、東京に来て何とかなんでねえかなと思って出てきたら何もなねえと。あわせて1ヶ月ばりはね、こんなこいでみたらね、まあ、なんとなく、よく言う、ほら、ホームレスね、やってきて、よく体型を覚えたから。もう、それもいい勉強になった。うんうん。あとは、ね、それはもう、それはそれでさ、あの自分の生活をやると。ただそれだけどね。ちょっとね、悔しい。明日仕事してからは、うん、な、安心しました。それ聞いて、うん、アクションして、うん、けれどその夜をどう過ごすのか見届ける度胸はなかった。渡辺さんの明日はどこにある？